はい、どうも、こんにちは、サンタです。今日は排泄障害、排便ということでやっていきます。最後までよかったら見てください。サンタチャンネル。はい、今日は排泄障害、排便ということで、皆さんが興味ある内容だと思うので、やっていきましょう。まずね、僕は脊髄損傷で、この首から下、首から下じゃないな、胸から下ですね。胸から下の感覚がわからなくて、排泄障害があると。いうことで、いろいろね、この障害名をうんたらあちこち言ってるんですけど、とりあえず排便を定期的にしないといけません。そして、今回ね、わかりやすい、わかりやすくするために1枚で、まとめてみました。ポンと。はい、こんな感じになっております。まずね、上から順番にいきましょう。はい、排便なんですけど、僕は4日に1回しております。これは定期的に必ずしてますね。4日に1回。で、同じ車椅子の人だったら、1週間のうちに2回。月曜日と金曜とか、月曜と木曜とか、火曜と金曜とか。人それぞれね、タイミングがあると思うんですけど、だいたい1週間のうち2回の方が多いんじゃないかなって思います。で、僕は4日に1回ということで、なんで4日なのかというところところを説明していくと、時間的なところですね。はい。っていうのも、1週間に2回するってなったら、7日で2回じゃないですか。で、これの今僕の、4日に1回だったら、これ2回に増やすってなったら、8日に2回になるから、時間がね、こっちの方が、その排便にこう時間かけなくて済むっていうね、ちょっとこれは僕の時間の、価値観っていうかな、時間の大切なところがある、時間を大切にしているところがあるので、1週間に2回になると、3.5日に1回はちょっとね、この排便にちょっと時間かけたくないかなっていう気持ちがあるので、で、この下にね、ちょっと時間書いてあるんですけど、7日で2回、で、下のね、2時間から3時間ぐらいかけるのか、8日で2回。で、2、3時間かけるのか。っていうところになってくるので、これはね、訪問看護の人とか、そういうふうな、なんていうかな。そこの関係性もあるんですけど、僕は基本的に一人でやっているので、これ4日に1回という感じでやっております。はい、次。時間の方なんですけど、約2時間から3時間前後、くらいかかってますね。はい。で、これね、夕方って書いてるんですけど、だいたいね、僕は夕方、4時、5時ぐらいから、入っております。これね、準備の時間とか、お風呂の時間が入っていないので、実際合わせると、もう少しね、排便プラスお風呂とか、準備排便お風呂とか、そういうの合わせると、なんやかんやでやっぱ4時間ぐらいかな、かかりますね。なので、4時間ぐらいを想定してやっております。その準備とか、排便、お風呂とか、その後の着替えも全部一人でやっているので、そういうのも込みで大体4時間ぐらいを見ております。だからこれをね、4日に1回するのか、3.5日に1回するのかって言われたら、4日に1回の方がいいよねっていうところに、たどり着くんですね。はい。で、どうやってやっているのかというと、僕以前にね、自分が排便する、その動作のところ、車椅子乗り換えしたりとか、そういうのとかが、動画で上がっているので、そっちの方を見てもらえれば、どういうふうにやっているのかっていうのがわかると思います。一応ね、説明しておくと、専用車椅子に乗り換えて、で、その後、トイレに入って、干潮の自助具、特殊な、自助具があるんですけど、それを使って、干潮液。これね、今 600cc って出てるんですけど、120cc の、干潮液を自分でその自助具に挿して、で、チューッと、その自助具をお尻の穴にプスッと入れて、干潮液を入れていくという形です。これ練習してね、できたものなので、そんな簡単にね、できないというか、なかなかこれは昔ながらのやり方というか、そういうところもあって、
まあ、そういう施設じゃないとちょっと教えてもらえないっていうかね、その辺の難しさもあるんですけど、まあ、それができると一人で排便ができるので、かなりね、QOL も上がるということで、僕はこの方法でやっております。この手順踏まない場合だったら、まあ、大体ね、訪問看護の人が入ったりとかして、まあ、浣腸だったりとか、座薬入れたりとか、まあ、そういうような形でやっていると思うんですけど、まあ、今のね、僕のこの排便スタイルが身についてからは、やっぱり僕はこっちの方が、なんていうかな、自分の中で安定してるというか、はい、やればやるほどこう安定してくるので、まあ、その方が僕のメンタル的なところも、はい、まあ、保ててるのかなっていうところで、やっております。まあ、一般的に見たら、なかなかね、レベル高いことしてるんやろうなって、俯瞰してみるとね、思うので、なかなかね、そんな簡単にはできないものなんですけど、身につけると、かなりね、生活の質は上がると、僕は思っているので、はい、こんな感じです。はい、こっから多分皆さんね、興味あるところだと思うんですけど、漏れないために気をつけていること、ということで、まずね、服装ですね。これすごい大事。うん。っていうのも、お腹、足を冷やさないって書いてありますよね。はい。これね、シンプルに、健常者の時ってね、なかなかそんな、ね、お腹壊してもすぐトイレ行けたりとか、まあそういうようなね、行動取れるからいいものの、僕らね、やっぱりどうしても車椅子乗ってると、その専用の車椅子乗り換えてないといけないとか、まあ、感覚がわからないとか、まあそういうことがあったりするので、その後のね、排便のね、処理が大変なのでね、大惨事というか、なるべく漏れないために、まあこのお腹を冷やさない、まあ足も冷やさないということは、すごい大事なんじゃないかなって思います。これね、僕最初の方なんですけど、施設にいた時に、まだヒートテックっていう文化が、まあちょっとね、出だしたぐらいかな、だったと思うんですけど、ヒートテックを着用する前までは、やっぱお腹壊してましたね。結構足とかも、なんていうかな、冷たいというか、うん、結構ちゃんとしてなかったなって思ってて、で、ちゃんとヒートテックするようになってから、この、便失禁がかなり減ったので、やっぱね、お腹とか足を冷やさないっていうのはすごい大事だと思います。今もね、僕ヒートテック、これ今5月の中旬ぐらいですけど着てます。どっちかっていうと暑いより寒い方に気をつけているので、まあ、ちょっとね、暑いっていう時があるかもしれないけど、それでもやっぱり僕は、やっぱりこの冷やさないっていうことを、すごい大事にしております。はい、その次、食事。これもね、すごい難しいんですよね。刺激物、ニンニク、脂っこいもの、ジャンクフード。これね、聞くとね、うわー、耳が痛いよっていう人多分いるかもしれませんが、はい。ね、刺激物、まあ、七味だったりとか、なんかありますよね、その赤いとか、赤色のものだったりとか、見た感じ、あ、お腹にちょっと悪そうだったりとか。ね、ありますよね。こう、ニンニクとか書いてあるんですけどね。まあ、ニンニクとかもね、取りすぎるのは良くないなって思います。これね、ニンニク取ると、排便も、尿も臭くなります。いつもよりなんか、あ、匂いするなって思うときは大体こう、ニンニク取りすぎたりとか。まあ、そういうのがあるかなって思います。はい。で、ここ赤文字になってるね。脂っこいもの。はい。これ脂っこいものは、うまいんですよ。うまいんですよ。だから取りたくなるのはすっごいわかる。うん、で、このポイント1のとこに書いてありますね。取りすぎないことが大事と書いてあるので、まあ、別に食べるなとかそういうことではなくて、まあ、取りすぎないことがまあ大事なんじゃないかなって僕は思ってます。まあ、人間なんでね、こんだけね、もう食べないとかって、なんか食べたいけど、もうやめておくとか、ね、食べたいけどやっぱりどうしてもちょっとお腹が怖いから、
やめとくってなって人生そのまま終わるのは僕はちょっと寂しいと思うので、別に食べるのはいいと思うんですけど、まあ、取りすぎなかったらいいんじゃないかなって思うので、まあ人それぞれね、考え方とかお腹のね調子とかもあると思うので、まあ、僕は取りすぎないっていうのが一番大事だと思っております。まあ、何でもそうですよね、過剰なのが良くないということで、まあ、この横にねジャンクフードって書いてあるんですけど、ハンバーガーとかうまいんすよね。カレーとかもうまいんですよ。だけどね、取りすぎは良くないということで、まあ、この辺ね気をつけてもらえばいいんじゃないかなって思います。ていうか僕はここはすごい気をつけてますね、うん、だからジャンクフードジャンクフードジャンクフードって朝昼晩とかもうそういうことには絶対しないので、例えばお昼にハンバーガー食べました、じゃあ夜、なんだろうな、ラーメンとかそういうような形ではいかないですね。だからお昼、ハンバーガー食べたら、まあ、夜は体にちょっと優しいものとか、まあ、そんな感じで、食事気をつけております。皆さんどうでしょうか。はい、次飲み物ね、これもすごい大事、もう早速ね赤色の文字に出てます。お酒、冷たすぎるものは飲みすぎないということで、まあ、ここもね、過剰に取りすぎないっていうのがすごい大事で、お酒ですね。お酒はねだいぶきます、はい、はっきり言うけどこれめっちゃきます、まあ、シンプルにね、健常者時代をこう味わったことある人、ね、いたら多分わかると思うんですけど、まあ、お酒飲むとだいたい脂っこいものとかくどいものとかね、塩辛いもの食べたりとか、まあそれセットになっているのでそうなりますよね。お腹壊すっていうか、まあ、もちろんねお酒なんてこう一本で終わらないじゃないですか大体、まあ、ちょっとわかんないですけどねまあだからあの冷たいものを、まあ、2杯3杯ね取っていくと、そら、ね、冷たいものがお腹に蓄積されていくとちょっとやっぱお腹も緩くなるよねって話で、お酒はね結構きますね、うん、で僕もこれね、自分の体で実験してみたんですけど、やっぱお酒飲む時期とお酒飲まない時期とではやっぱどうしてもねこの排便のこう便失禁か、まあ、便失禁起きたりとかする、まあ、感覚が飲んでる時の方がやっぱり起きやすい、飲んでない時の方が、まあ、ある程度保ちやすいって感じかな。だから僕今お酒飲んでないんですけど、やっぱり飲んでた時って、ちょっとね、漏らしやすいかなっていう時がありました。まあ、この辺もね、人生何が大事なのかっていうところで、全くその取ったりするのがダメとかそういうことじゃなくて、取りすぎないっていうことがすごい大事なので、ね、お酒美味しいですもんね。わかりますわかります。僕もね、たらふく飲んでた人だったんで、わかります。まあでもね、こういうふうにその、便失禁とか、排便のことで悩んでいるんであれば、お酒の量をちょっと減らしてみるとか、まあ、調整してみるとか、っていうのも僕は大事なんじゃないかなって思います。僕どれぐらい今お酒飲んでないんかな ?1 年半ぐらいは経つかな ?1 年半ぐらいお酒もう全く飲んでないんですけど、もう飲まなくなったら飲まなくなったら全然普通。なんか、なんていうかな、飲みたいとかそういうのもないし、まあ、たまに居酒屋さんとか、まあ、食べ物屋さんで、ちょっと濃いものがあったら、あ、酒飲めたらもっと美味しくなるんだろうな、ぐらいの感覚。でも取らなくても全然平気っていう感じでいますね。うん。まあ、慣れるというか、もう取ることが当たり前になってると、それが生活のね、一つになっちゃってるんで、なかなかやめるっていうのは難しいんですけど、思い切ってね、やめるっていう僕みたいなパターンもあるということです。冷たすぎるものは取りすぎないということで、僕ね、水、普段水飲んでるんですけど、あれもね、常温で飲んでおります。っていうのも、冷たいものをあんまり取るっていうのはやっぱり、ちょっと体に良くないかなって思って、便失禁のことで、いろいろね、悩んだ結果、まあ別に冷たすぎる、水じゃなくてもいいかなみたいな、冷たい水じゃなくてもいいかなっていうところで、まあ、常温で飲んでたらなんかそれにも慣れるし、
あんまりね、冷たいもんガバ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 飲むと、やっぱその分お腹にくるから、僕はすごいここね、気をつけてますね。冷たすぎるものは飲みすぎないということです。飲むのはいいんですけど、ちょっとずつ飲みましょうよということです。はい、その次。生活リズム。はい、聞きたくないよっていう人いると思います。はい、僕もね、自分に言えたことなので、同じように聞いてもらえばいいかなと思うんですけど、これね、僕は早寝早起きと書いてあるんですけど、もうまさにね、生活リズムってすごい大事で、僕と同じような障害の人で、便失禁がやっぱ多い人の特徴を見ていると、まあ、その人のやっぱ体調とかもあるんでしょうけど、まあ、やっぱりね、生活リズムが乱れている人が多いなーって思ってました。っていうのも、やっぱりどうしてもね、人間ってやっぱ生活リズムすごい大事で、早く寝たら早く起きるし、まあなんで、やっぱどうしても夜中起きてるとリズム崩れるし、体調の方にも影響しますよね。これシンプルに考えて、まあそうやなって思うんで、まあだからもう、僕はこの早寝早起きというか、まあ、これが自分のやっぱリズムとしては、いいリズム、になっていくので、これは気をつけております。だからこれもね、毎日やるってなったらしんどいけど、まあ、慣れたら慣れたら全然普通ですし、まああとね、例えば金曜日だけするとかね、金曜日だけ夜更かしするとか、まあそういうふうに日々のね、リズムの中にちょっとした自分のご褒美じゃないけど、まあそういうふうにお酒飲むのも1週間に1回とかね、まあ2回とか、まあうまく調整してあげるっていうのが大事かなって思います。ポイント2で書いてありますね。生活リズムの乱れは腸の乱れ、まあ、まさにそうやなって思うので、まあよかったらね、これも参考にしてもらえたらなと思います。はい、次。適度な運動ということで、動く、食べる、出す。シンプルですよね。動いて、そしてお腹空かして食べる。そして出す。排便を出す。というこのリズムが大事で、まあ、ある程度ね、運動するっていうのも大事かなと思います。まあ、なかなか動くのが難しいよって人は、まあ、ちょっと散歩したりとか、まあ、いつもよりちょっと多く起きていたりとか、まあ、そういうふうに、なるべく体をね、動かすっていうのはすごい大事だなって思います。そして、体を動くとお腹もね、減るので、まあ、しっかり食べて、で、しっかり出しましょうよということで、これもすごい大事だなって思います。動かないと、そんな食べないしとか、まあ、食べたら逆に太っていくんですけどね。だからバランスも考えながらね、この辺やっていくっていうのは大事なんじゃないかなって思います。はい。次。漏れた時の原因究明ということで、次回気をつける。まあこれは当然なんですけど、まあ僕ね、この漏れないために気をつけていることの、中で、すごい大事にしているのが、まあなんで漏れたのかな、みたいなことを考えるんですね。まあ例えば、じゃあちょっとその脂っこいものを食べすぎたとか、まあそういうのがあったら、まあやっぱりちょっと次控えたりとか、食べる量を調節しないといけないかな、みたいな感じで。まあ常にね、この原因があるわけじゃないんですけど、まあそのね、生活のリズムだったり、体調のリズムだったり、いろんな要因があるから、まあね、すべてこう原因が究明できるかって言ったら、まあそういうことはね、なかなか難しい時もあるんですけど、ある程度自分の中で、ああ、こういうことが良くなかったなっていう風なのが分かったんであれば、まあ、次それを気をつけましょうよということで、気をつけております。だ僕もね、この排便に関してはすんごい考えて、いますね。まあ、漏れた後のその時間がもったいないとか、まあ、そういうのもあるんですけど、やっぱりね、なるべく防げるものは防ぎたいので、まあ、なるべくね、そういうふうに気をつけるようにしております。まあ、原因究明ってすげえ大事だなって思います。もう気にしない人はもう気にしないでいいと思うんで。まあこんな感じです。はい、最後。便失禁、メンタルの保ち方ということで、これ、ドンマイ精神ですね。はい。
漏れるときは漏れるということで、もう漏れたらね、もう無心になりましょう。もう仕方ない。もうそういうもんだんだなって、ここのポイント3に書いてありますね。こういうときもあるよねって思うようにしていると、淡々とその後の処理とか処置とかもできるので、まあもう漏れたら漏れたでもしゃあないよと。まあこういうことなんだよねって思っとく方が、まあ僕はメンタル保てるので、多分動画でね、こういくつかこう出したりしてるけど、やっぱ凹むときは凹むんですけど、まあでもどうしてもね、その処理してるときとかは、もうどうしようもならんしなっていう感覚でいてますね。はい。で、その流れで、次ですね。漏れる確率をゼロにするのは無理。例で、まあ1年間に10回やったら7回とかって書いてあるんですけど、これゼロにするのは難しいので、まあ、なるべくその回数を減らせれたらいいんじゃないかなって僕は思っております。まあっていうのもね、もう1回起きたら2回起きるもんなんで、まあ、だからなるべくその回数を減らしたりとか、確率をね、なるべく下げたりとか、まあできるといいんじゃないかなって僕は考えているので、まあゼロは無理なんで、完璧は無理なんで、もうなんかそこに関してはもう諦めておく方が、まあ、ある程度ね、最初からこう、ああ、もうそういう時もあるよねっていうふうに思えるようになるので、まあここはね、すごい何て言うかな、他のことに対してもそうですけど、まあ、ゼロにするっていうのは難しいので、まあ、どんなことに関してもやっぱちょっと起きるよねってことで、はい、考えております。なかなかね、考え方がね、いろいろあって、みんなね、もう絶対漏れないように、絶対漏れないようにっていうふうに考えるんですけど、いやいや、もうね、漏れるもん漏れるから仕方ないよと。じゃあその後どういうふうな行動をするのか。まあこの時はこういうふうにした方がいいよねとか。じゃあ次どういうふうに気をつけないといけないとか。まあそういうこととかも考えて、まあ対応していれば、まあ、ある程度のメンタルは保てるんじゃないかなって僕は思います。まあなんでね、完璧を求めすぎないっていうのはすごい大事。こういう時もあるよねっていうのが、僕のこうメンタルの保ち方と。いうことですね。はい、ということで、今日は排泄障害排便ということでお話ししてみました。どうでしたか？なんかね、気になった部分とかあると思うんで、もしそういうところあったらコメント欄に書いておいてください。今回ね、今回の話だけで終わらないんで、この排便の話っていうのは話し出したら大体ね、1週間ぐらい話できるくらい、もう排便って奥が深いので、まあ、みんなそれぐらい考えてる人もいるし、まあ、ここにもその一人なんですけど、考えているので、まあ、一人で悩まずに、こういう時ってどうしたらいいのかなとか、まあ、こういう風な時って、どうやって対応するのとか、まあ、そういうのとかもコメントしてもらえると、次回その内容を取り上げていけたらなって思うので、よかったらコメント欄書いてみてください。排泄に関してはみんな悩むし、みんな悩んで生きていかないといけない。けど、少しでもね、その悩みを軽減できるように、まあ、自分で、こう、メンタルの保ち方とかね、まあ、どういうふうに気をつけていったらいいのかなとか、っていうのを、やっていく必要があると思うので、まあ、悩みすぎないようにしてほしいなと思います。はい。ということで、今回の動画は参考になったでしょうか？よかったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。いいねもよかったらしてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。まあ、ナノン。